皆さんどうもこんにちは。ディコインマニアの渡辺です。れいこです。今日は特別企画です。はい、目指せベストアンサーヤフー知恵袋の質問に勝手に答えてみた。イエーイ。ヤフー知恵袋を利用したことありますか？いや、たまに見るけど。あ、見る？利用したことはなんか検索に引っかかってみるみたい。意外にこうアンティコインに対しての質問がたくさんあって、その中からちょっといくつか厳選したものがあるので勝手に答えてみようということでございますので、いきなりいいですか？はい、質問。はい、アンティークコインと金は資産防衛するならどっちがいいとかありますか？また金は利上げに弱いみたいなので今は様子見た方がいいですか？皆さんどうしてますか？なるほど。金とアンティークコインの比較ですね。そうですね。アンティークコインの、要は私たち業者じゃないですか。業者が実際こういう時には何をどう買うか、どっちを買うかってことですね。金って買い足しましたとか、よく買ってます？正直。いや、別に買ってないし、買うつもりもないです。あ、本当ですか？今日なんかね、なんか買い取りとか、あの氷が1万円超えてまたね、ちょっと巷騒いでますけど。あ、はい、とはいえ、売りもせず買いもせず、そうですね、そんなもんかなと思って相場見てる感じですね。うん、金はまあ安定してるんでしょうけど、より安定してるのはアンティークコインみたいな会食でいいですかね。いや、私もその そもそも地金屋だったじゃないですか。うん、実は1グラムも金持ってないんですよ。あのレイコさんが？いや、いるからよ。いない時に言うやつですので。えって。いや、私1グラムも持ってないです。あ、そう。散々考えた結果、お小遣い貯めてアンティークコイン買ってました。もともと持ってたとかもないですね。うん、私要は15年ぐらいいるんですけど、5000円ぐらい超えた時にすごい5000円超えたとかいう時も別に5000円買ってましたね。なんかただのオタク。いや、資産防衛です。漢字を使っていいですか？資産防衛でございますので今資産防衛の真剣な話をしているので、アンティークコインでいいんじゃないですかねと思うんです。面白みないのと、あ、それそれ大きいですね。うん、まあ、今の金ですからね。あと支払い調書みたいなのもあるし、あとどこで買ったらいいかっていうこともあるんですけど、まあコイン屋さんはコインで、地金は地金屋さんでって感じでいいですかね。というわけで次の質問です。アンティークコインに資産的価値とありましたが、日本の金貨といえば黄金コインに価値はないのでしょうか？また売却する際にはコイン業者へ買い取ってもらうしかないのでしょうか？日本のコインね、この前はね、あの相談ということでお返事したんですけれども、日本のコインは人気ありますが、やっぱり旧金貨の20円10円ぐらいですね。あとはもう地金ぐらいの価値で取引されてしまうので、黄金コインもいいのありますし、もちろん高額なものもそうでないものもあるんですけど、まあ20円を気合い入れてオラッと買うか、10円金貨を100万円ぐらいで買うって感じですか。あと売却する際にはコイン業者へ買い取ってもらうしかないのでしょうかっていうのが、買い取りって言うと安くなっちゃうんでしょうね、やっぱりね。なるでしょうね。うんうん、仕入れになるんでね、分野さん。なので私たちもそうなんですけど、買い取りをやってないですよね、うちは。うちはやってないんで、まあ、いろんなところを見定めて、なんとなく見積もりをして、相性がいいとこじゃないですかね、やっぱり。まあ、あとオークション出してみると。あ、そうですね。うん、買い取ってもらう以外に、買い取り代わりに売ってもらうオークション、うん、3パターンぐらいあるよっていう。そうですね。側近性って考えると買い取りしてくれる業者さんの方がいいかもしれないんですけど、うん、値段は多分安くなっちゃう。いろんな業者さんいますので、いろいろちょっと聞いてみるのもいいんじゃないでしょうか。はい、またちょっと同じような質問なんですけど、アンティークコイン投資ってちゃんとしたディーラーさんから購入すれば問題ないって知人から言われたことがありますが、それって本当ですか？そんな業者さんはどんな業者さんですか、ということで、信用できる業者さんをやっぱり足運んだ方がいいですか？足運ばなくてもいい？やった方がいいんじゃない？私もそんな、私そういうタイプなんで、すいませんって声持ってってね、ちょっと相談あるんですけど、相談は相談なので、その場でじゃあいくらですって売り買いが成立するとまで考えなくていいと思います。本当にその声を手放すときに、これどうしたらいいかねって聞くだけでもいいですよね。うちもありましたよね。まあどっちにしろ信用できるかどうかは自分の目でとか足で確かめた方がいいと思うので、電話するなり足を運ぶなり、この人が信用できる、この人が信用できないって、そのなんか自分の勘みたいなの
に従うしかないですよね。いや、それは大事だと思います、うん、例えば誰々さんがどこどこで買うといいよって聞いたっていうのを、その誰々さんがそもそもなんかねちょっと悪いこと考えてる可能性もありますし、直接行った方がいいですよね。そうですね、周りの評価ももちろん参考にしていいと思うんですけれども、まあ最終的にはね自分の判断になるので、合うなりした方がいいかなと思いますけどね。都内近郊であれば何店舗かの、なかったらね行きますのでね、我々せっかくなんで相談してみるんじゃないでしょうか。はい。そして次、最近アンティークコインに興味があるんですが、ヤフオクやメルカリだと偽物が不安です。信用保証があって信頼性が高いアンティークコイン販売店はどこですか。すごいですねうちですって言いたいんですけどなんか最近もねちょっとお問い合わせがあって、でメルカリで裸のみかんってアンティークコインが売ってるっていうので、これどうなんですかっていうのは正直ちょっとまあ困るというか、個人の方が出品されてるとそれ本物ですかって私たちが聞くのもねちょっとあれなので、信用保証があってあるところ、うちもそうですよね。私たちは、はい、サイトの利用規約に書いてあるので、うん、あの気になる方は見ていただけたらと思うんですけど、みかん手を買って、うん、第三者鑑定機関に出して、うん、偽物だと判断された場合は、はい、返金。そうです、ですよね、はい、幸いなことに今までってなかったですか。今までないです。ないですよね、はい、この信用保証があって信頼性が高いアンティークコイン販売店って どこで判断するんですか。でもやっぱ長く続いてるとことか、ちゃんと店舗持ってるとこっていうのは、それだけ長く続いてるっていうことは皆さんに受け入れられているってことなので、うん、変なことはしない業者なんじゃないかなっていう感じはしますけどね。あとちゃんと物理的に店舗があるとことか、あ、こういう感じで、うん、なんかここ持ってみてね分かったんですけど、やっぱ信用につながりますよね。見せてくれる、ね、そうですね、話ができる。そう、うん、なんでそのコインディーラーって別に大きい、うん、広い家とかいらないし、プレイヤーであればね、そうそうそう、みたいな、私たちの周りもいっぱいいますもんね、うん、他のディーラーとかで、まあ、そういうブローカーみたいな人もたくさんいて、まあ、そういう人から仕入れたりとかもたくさんあるんですけれども、お客さんにちゃんと売るっていうところを考えると、そのブローカーみたいな人はアクセスできないですからね。まあそうね、うん、私はねよくお客様に言うんですけど、質問した時にちゃんと 100% 返ってくるかというか、はぐらかされたりとか、ずっとなんか曖昧な返事しか来ないところは多分確証がないし、信頼も見れなかったりするんで、やめた方がいいですよって言って。なる。そうそうそう、なんでもいいんでね、一回ちょっと質問投げてみるのもいいかもしれませんね。次の質問がちょっと難しいんですけど、家族とハワイ旅行に行きます。そう、母親はホエールウォッチングをしたい、僕はサーフィンがしたい、はい、夢は買い物がしたい、ここまでは問題ないのですが、父親の希望がアンティークコインを探したいというのですと。ワイキキホノルルあたりのお店ありますか。ハワイはちょっと分かんないですね。知らないな。なんかどうやらそのハイアットの向かい側にトレジャーチェストさんっていうのがあるみたいで、でもハワイのコインってねそもそもそんなにないです。そうですね、ハワイのコインはそもそもあんまなくて、まあなんかちょっと高いのも確かあったと思うんですけど、ありますあります、カメハメハ大王とかハワイミントみたいなのがあって、細々とコインを作っている、アメリカですよね、だから、うん、多分プライベートミントみたいなやつだと、独自でコイン作っててっていうのはある。ただあれですね、お父様には申し訳ないですけど、あのアンティークコイン探したいんだったらもうちょっとずらして、ハワイじゃない以上お問い合わせください、はい、オーストラリアとかね、いいディーラーさんとかいますし、遠いか東京でいいんじゃね、わかんない、今東京でいいんじゃね、わかんない、なんか四国ぐらいの気持ちで言っちゃったけどなんか清香のスッと移動したらいいぐらいと思ったけど、違う、東京ですね、東京です、はい、ロンドン、東京、あ、そうだ、日本の方です東京でお待ちしております、はい、先行きがいろいろと不安な今の世の中で、銀行に円を預金しているだけだと心もとないので、資産運用を考えています。儲けることなどあまり考えてなく、あくまでも資産は円以外に分散したいという考えです。で、アンティークコインに興味を持ちましたと。で、減ることはあっても増えることはないという性質上、投資はありでしょうか、うん、まあ、よく調べた上で信頼できるお店で鑑定、購入、売却を考えています。うん、まあ、管理しやすいという意味では、まあ、ゴールドバーもいいかもしれないけど、まあ、どうしたらいいかな、みたいなことですね。なるほど。資産分散したいっていうのはどうですか。あ、いいんじゃないですか。結局、まあ、インフレです。ってことは円の価値が目減りしていきます、銀行口座に入れといても世の中の物価が上がっていきますので、100円で食べれていた雪見大福は今もう180円になってますか、うん、本当です、私も100円のセールとして買えない、な、高級品ですよ、めっちゃちっちゃくなる、わかる、うん、カントリーマームもそうですよカントリーマーム、私たちがね小さい頃にはね、お値段捨ておきと言いながらね、そう、ピストカットも半分ぐらい、いや本当にですよ、本当に
ね、なんか大きくなったからかと思ったんですから、物理的に小さくなっているのでね、そう思うと。だからまあ、大前提として、うん、まあその貨幣の価値はどんどん減っていきますっていうのがありますと。うん、でそうなった時に、うん、じゃあ価値が減らないものっていうのは何だろうっていうのをね、株だったり、債券だったり、まあ不動産だったり、外貨だったり、まあいろんなものがあると思うんですけど、その中で現物投資のコインっていう考え方は全然いいと思います。これはもう普通に海外とかでも一般的な考え方で、まあインフレーションの対応として、まあコイン、まあその他にも例えばジュエリーだったり、最近流行ってるのがあのウイスキーとかですね。そうですね。ああいうボトルのやつとか、あとは。そう、ダイヤモンド。そうね、ダイヤとか、まあアンティークの家具とか、まあアートとか、まあカメラとか、まあまあなんかいろいろ、まあ希少ですでに価値があるものっていうのは、まあよりどんどん高くなっていくよねっていうのはあると思いますので、まあ、考え方としてはありと思います。というわけで、管理しやすいという意味でもありですよね。うん、まあ、管理しやすいと思います、うん、あの他の現物投資、例えば絵とかは、まあ飾る場所、湿度、日光、虫食いなどなど。いや、ギャラリアでもね、申し訳ないんですけど、マジで飾るところがない絵とかが出てき始めているので、そうだ、場所がないというのがね、現状でございまして、じゃあ、ありなのではということですね。そうですね。特にこの方、儲けることなどあまり考えてなくっていうところが多分、安定っぽい向いてると思うんですよ。あ、そうですね。うんうん、まあ、買って忘れるのが一番いいですよ。そうですね。こういう方はぜひアンティークコインの世界へ足を踏み入れてくださいというわけ。アンティークコインを見る機会がありました。そう、高価なものもありましたが美しかったです。はい、収集する人たちはどんな気持ち考えで収集されているのでしょうか。またコインの収集家は日本世界でどれぐらいいらっしゃるのでしょうか、教えてください。なるほど。どんな気持ち、どんな気持ち考え、いや好きっていう気持ち、気持ち悪い気持ち悪い、好きっていう気持ちですよ。あ、大事なことなのでね、2回言っていただいたんですけど、はい、2つないんですか。その私はオタクなので好き 97% ぐらいの感じなんです。 3% ぐらいちょっと現実味を考えたりするんですけど、うん、投資投機資産の防衛側じゃないですか、どちらかというと。そう、その人たちもいますよね。まあもちろんね。いやでも大概いっぱい買う人ってもう好きじゃない、もはや。あ、そうですか。だってうちのお客さんでもやっぱりこう、うん、なんかそのような方をね、なんか担当される方が多いから、私はもうオタクの方ばっかり、あ、でも100好きでいらっしゃるので。いやでもなんか最初はこうやっぱ資産運用みたいな、ね、感じで来ても、なんかいつの間にかこれ欲しいですって言って、あ、もう言われ、すっごいマイナーな金貨みたいになってくる人いるじゃないですかあの方たちそうなんですね。だから多分勝手に育ってるというか、途中から好きの気持ちが上回ってんじゃない。あ、最初は投資投機とかいう気持ちだったけど、うん、そうそうそう、年利何パーとか言って、ね、ちょっとコインそういうんじゃないんですけど、いらっしゃいますね。いらっしゃいますね。何年保有してたらいいのかとか、資産のこと考える人もいるけど、うん、結局はコインが好きになっちゃうっていう純粋な気持ちってことですよね。うん、でもやっぱ買って見て眺めてで、まあ、歴史とか調べ出したりするともう楽しくなると思いますんで、特にね、今インターネットやらなんかこう動画配信やらでこうそういう情報結構アクセスしやすくなって、そうですね、どこまでもクリックできますかね。本当にね、よくないですね。よくないです。コインの収集家は日本世界でどれくらいいらっしゃるのでしょうかと。いや具体的な人数は分かんないけど、だいぶいますごめんなさい、そんな変にコイン その収集の市場っていうのはこの間調べたんですけど、はい、10年で2倍ぐらいになるのではと言われていて、あ、この先ってことだ。あ、そう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 、すごくない？いや、すごい。とかでさ、増えてる印象はありますけどね。なんでやっぱりこう知られていない、もう本当ヨーロッパの貴族の遊びだった、王様の遊びだったのが、まあ、インターネットでどんどん知られるようになって、うん、興味持つ人、楽しいって思う人が増えてきているっていう感じなので、うん、たくさんいます。100人とかじゃないですよね。100人ってことですよね。多分その規模感が本当に多分わからない方が多いので、お客さんが来られるとアンティークコインなんてみんな知らないじゃないですかっておっしゃるのを聞きながら、いやそうでもないなと思ってるじゃないですか。うん、私たちのギャラリアにその LINE とかで登録をされてる方では2000ぐらいですね。あ、そうですね、うちで2000人ぐらい。2000人以上はご興味ある方がいるんじゃないかっていうことなんですね、まあ、はい、もっと全然いると思います。もっといますかね、はい、世界になるともっともっとって、何百万何千万じゃない、うん、大学にね、学部があるぐらいなので学べる、なのでいっぱいいますよっていうことをちょっとお伝えしたいです。お、これはアンティークコインって詐欺が多いですか。これだけです。
少なくはない。そうね、少なくはない、多くはないですけど、まあ、じゃあ遠慮詐欺師かっていうとそんなことはないと思いますけれども、やっぱり少なからず詐欺っていうか、まあ、ぼったくりですよね。売買契約として結局成立しちゃっていて、100万円の価値のコインを500万で売りました、うん、でもその買った側はコイン全然わかりませんみたいな感じで、これがすごいいいって言われたから信用して買ったんだけれども、まあ、蓋上げてみたら実は100万円のコインでしたってなっても、いやあなた納得して買ったでしょってなったので、別にこれが詐欺かというと詐欺ではないので、その売買契約になってしまっている、まあ、そう、ちゃんと取引が成立しているし、まあ、ちゃんとあの判断能力のある大人が自分でお金払ったんでしょっていう話になっちゃうんで、物渡したでしょ、そうで、ちゃんと受け取ってるでしょっていう、でってなっちゃう。そうだから違法性みたいなのはやっぱ問えないいいんですよね。そうですね、残念ながら、うん、結局その法外な値段で売りつけられて裁判になっちゃうみたいなのは、まだかちょいちょい聞きます、ね、かんでもない、はい、そうね、だから詐欺が多いというよりも、まあ、結果はまた最初の方の質問のお返事に戻っちゃうんですけど、信頼のある信頼できるコインショーコインディーラーにちゃんと相談をして買うっていうことをした方がいいですね。そうですね。そしたら、まあ、はい、あのマーケットの市場価格とか私たちもあのご提示できるものはご提示しますので、ご相談いただき専門店で買うってことですね、うん、なので多くはないですけど少なくないって感じですかね、まあ、本当にゼロにしたいんですけどね、うん、私たちは難しいですね。というわけで、それ最後の質問です、はい、アンティーク金貨を集めたいと思っています、はい、今お得なコインはありますか。お得、よく聞かれるやつですね。言葉を変えツールを変え、あのこのご質問ってものすごいいただくじゃないですか。値上がりするコインはありますかと、今割安なもの、今はあそれしんどいっすね、あと得なコインないですよね。いやだ、結局もう人気のあるコインはすでに高いし、今人気のあるものはまあこれからも人気でしょう。あの私ね、よくねちょっとねどういう風に思ったらいいのかなと思うことがあってね、コイン屋さんはそのコインの価値に要はその利益を乗せているから決して安くないから、うん、みたいなことをおっしゃる方って結構見るんですよ、うん、SNS の中で、うん、でもじゃあどこで買うのって思っちゃうんですよね。100万円で仕入れたコインを100万円で追い取りすることはやっぱ難しいじゃないですか、うん、そうなった時に未鑑定のコインを買ってね、我々のようなディーラーの、ね、やってるようなその鑑定に出して、うん、あよかったねって価値が上がったわねするのはまずむずいじゃないですか、いきなり、まあね、まあ、それはただそれはいきなりコイン買う方はまあ消えたじゃないですか、それは、うん、でヤフオクとかメルカリになんかコイン出てる、怖いじゃないですか、安かろう悪かろうなので、うん、違うもの送られてきたりとかもねよく聞くんで、そうなったらそれもまあ消えるじゃないですか、うん、で海外オークションとか国内オークションどないのやねんって言った時に決して安くはないですよね。安くないよ、だって俺ら全然ね仕入れられないから。そうですね、そうですね、今日も負けたみたいな感じです、明日も負けるだろうみたいな、うん、まあとりあえず相場的にはこの値段だけどまあ無理だろう、まあね、やっぱ無理だったわ。そう、私たち結局ディーラーもそこで仕入れたりしてますよね現状、うん、そうね、なのでそのコイン屋さんはその利益を乗せてるから良くないっていうんですけど、でもコイン屋さんで買うのが一番ですよね。だからお得なコインっていうのはないですよね、うん、そうですね、何かしら欠点があると思ってます。うん、まあそうね、だから結局あなんか人気のコインが裸で安く売られているぞってなったら絶対裏がある。私トラウマですもん、あれシンガポールの運上の女神、ああそう、なんかフラーっとねあのコインショー出てた時にちょっとお散歩行ったらドイツのディーラーさんのとこにおもむろに運上の女神をパーンと置いてあって安かったんですよ、うん、であちょっと社長連れてくんねって言ったら急になんか顔色変わって、これ傷があるからやめた方がいいって言われました。そうだからこれ鑑定出したらどうみたいな、で安かったんでね、安かったんすよ、本当に安かったんす。そしたらなんかまあよう見たら本当にあすいませんっていうそういうことがあるので、やっぱりコインはお得なものはちょっと買った方がいいですね。うんだ結局でかくて金貨でピカピカでハイグレードのものはまあ高い、それはお得かというとお得ではないけれども、結局価値が落ちないむしろ上がっていくっていうのはまあそういうコインがあったりするじゃない。これはだってもう誰だって欲しいでしょみたいな、もう高いじゃん、何千万のものもあるでしょ、うん、何百万単位でも入札件数40件とか超えたらうわ勝てなみたいな時あるんじゃないですか、うん、だからお得なコインがあったら我々コインやってないんですよね、よく言うんですけどお客様に、今が一番安いです、これからもそういうご質問いただくかもしれないんですけど、お得なコインはないです。ね、あったら欲しいわ、見極める
とかなりません？次のトレンドが何なの？もはや別の話になるじゃないですか。そしたら。それなんかマーケティングの話になる。そうです、そうです、そうです。ってことはもう世界中のオークションを見て、値上がり傾向を見て、とかなっちゃうんで。お仕事になります。そうです。本当に良くないお仕事にするのは我々だけでいいので、お予算決めていただいて、そこで一致で買うっていうのがいいんじゃないんでしょうかね。うん。いかがでしたか？皆さん悩める子羊ちゃんですね、結構。ね。まあでもなんかそう、割とやっぱ認知されて書き込まれるぐらい、認知されてんだなと思って、コインのことが。確かにね、結構ね、毎年毎年20件、30件とか増えていってるので。まあちょっと聞いたことがある方が増えてきたんじゃないでしょうかね。うん、ただね、ちょっと質問バーッと、まあ10件、9件とか10件とか今ご紹介したんですけど、本質は変わんないですね、質問の。アンティークコインってどないやねんという。あ、そうね。コインそのものはどうやねんっていうのと、まあその、誰から買えばええねんみたいな。そう。なので、専門家に相談してみるのはいかがでしょうかというわけで、私たちもね、LINE 公式アカウントからご質問など、質問とかね、問い合わせとかお気軽にくださいということで、はい、またね、質問とかあればやっていきましょうと。あ、そうですね。ヤフー知恵袋じゃなく、普通にダイレクトに質問してくれても大丈夫です。全然大丈夫。はい、匿名で大丈夫ですので、投げていただいてね、X なんかのリプライとか DM でも大丈夫なので、聞きづらいこと一回聞いてみてください。そしたらコイン好きになるかもしれないのでね、ということで、はい、これからのね、信頼のできるディーラーさんになれるように頑張りましょう。はい、頑張ります。もうね、もう顔も出してるし、住所もある。出てる。煽ってます。煽っていきますね。しないでください。痴漢とかやめてくださいね。本当に。そういうのです。春なのでね。そうですね。というわけで、皆さん質問またお待ちしております。はい、ありがとうございました。ニコイマニアでした。バイバーイ。動画が気に入ったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。